こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日は後ろにアルタビジョンが見えていることから分かる通り、新宿の東口にやってきています。新宿の東口周辺を歩きながら、このレンズサムヤンの XP の 10mm f3.5、 このレンズで撮っていこうと思います。一眼レフレンズで一番広角のレンズですね。 10mm 魚眼ではないんですが、ここまでレンズが飛び出しているといったスタイルをしています。まあ、このレンズを使ってどんな写真が撮れるかなと思ってうろうろしてみたいと思います。はい、あれがアルタビジョンで、ここのもうこれですね、掲げてあるのが新宿大通り商店街、もうすっかり画商ということで、まだ年末なんですけども、すっかり正月の気分です。これを入れながらアルタビジョンも入れて撮ろうということで、 10mm どの辺の画角まで入るんでしょうかということで、今これはピント合わせで6倍に拡大している画面ですね。この拡大画面を解除すると、はい、やっぱり結構広い範囲が入るのが分かります。を込めて育てられました。豊かな自然と清潔な天然性の土地、はい、通りの向こう側には飛び出す、街頭ビジョンみたいのがあるんですけども、全然これだと街頭ビジョン飛び出してる感じがわからないかもしれないですね。どうなんでしょう。ここは新宿東口の百花園新宿店とありますけども、果物屋さんです。コロナの影響ですっかりお休み中ということなので、この強烈なシャッターに書かれた落書きを前に撮ってみようかなと思います。実はこの XP10mm マニュアルフォーカスなので、ピント合わせする必要は一応あるんですけども、まあ、今回シャッターが結構近いのでね、ピント合わせをこうやって拡大してチェックしながらという感じなんですが、普段撮るときはほとんどピント合わせしなくても被写界深度の中に入るんではないかなといった感じです。ここで何枚か撮って、この歩いていく後ろ姿の感じがいい人のところを選んで、まあ、この作品という風にしようかなと思っています。ここは新宿東口から歌舞伎町へ行く道の脇道ですね。ここだと、まあ、この手前の落書きと後ろのビルをと思ったんですが、これ明暗差がスマホのようにはいかなくって、カメラで撮るとこうやって後ろのビル街は真っ白に飛んでしまうということですね。歌舞伎町の交差点のところにやってきました。この先歌舞伎町で、目の前に見えているのが東宝シネマズのビルですね。で、下には結構人が多くいるんですけども、この人が映り込まないようにしないと、この10ミリどうしようかなという感じなんですが、上のこの明るさに対して下が結構暗く写真的には映るので、それを応用して撮ってみようと思います。手前に何かポイントを持って思って、この看板を入れてみることにしました。10ミリですから、この距離、レンズ先端から看板までこの距離ぐらいなんですけども、まあ、それでもこれぐらいの存在感にはなってしまいますね。うん、結構ドカンと看板が入ってる中で、まあ、後ろに進入禁止の先に歌舞伎町みたいな感じで撮ってみようと思います。今回カメラを固定しているのがスリックのライトカーボンの E74 という三脚なんですけども、今エレベーターを取り外して開脚角度を開くことで低い位置から煽るような形でカメラをセットしているということです。張り紙、落書き、現金と書かれているところに張り紙や落書きがされているという、非常に変な感じなんですけども、ここでもやっぱりこのサムヤンの XP の 10mm で撮っていこうということで、今足場よりも一段高いところにこのブロックの段がありますから、ここに三脚を立てて撮ろうとしているところです。この光の感じが面白いので、この辺りでも撮ってみようということでカメラをセットしてみました。10ミリでどんな画角になるかというと、やっぱり強烈な画角といった感じですね。西武の新宿駅とその奥に何かビルがさらに建てられているというところなんですが、手前のこの標識と一緒に撮ると、10ミリだったら高さ競争ができるんではないかなと思って、ちょっと面白い写真を撮ってみようと思います。今日はこのサムヤンの XP の 10mm で新宿東口をいろいろうろうろしてみたんですが、最初の設定ミスが結構響きまして、 16mm で何枚か撮っちゃいましたね。 16mm 相当の画角でということですけども、まあやっぱりカメラの設定はちゃんと確認しながら撮らなきゃいけないかなというところだと思います。
まあ、今日はこの辺りにしますが、また新宿を XP ジムで撮るチャレンジということで撮っていこうと思います。